皆さん、こんばんは。今回、この孤島の森の中に謎の巨大建造物があるという情報を得たので、早速我々撮影スタッフは飛行機に飛び乗り、ここにやってきました。しかし、本当に不幸なことに、こちらご覧ください。飛行機が墜落してしまい、生き残ったスタッフが私だけとなってしまいました。マジで真っ二つです。死ぬかと思いました、本当に。はい。死んでしまった他のスタッフの無念を晴らすために、私一人でもその巨大建造物を探し出したいと思います。若干人の気配もするんですけども、まあ無視します。あと私が斧を構えてるのも、まあちょっと無視してください。さて、まあこの近くにね、あるという話だったんですけども、あちらがやけに明るいですね。じゃああの辺りの方に行ってみましょう。光のある方に。ものすごく明るいですね。今、この島には他に人はいないっていう情報を聞いてるんですけども。人、いますね。ちょっと無視しましょう。これは、なんか、道みたいになってますね。ちょっとここを進んでいきますか。ものすごい光だ。これものすごい光すぎて、若干、計算っていうか、なんか、処理落ちしてるレベルですね。ものすごい光、眩しいです。ですけど、確かに道のようになってます。入って進んでいきましょう。あ!あれですかね?あれがそうでしょうか?見えてきました。これはまさに謎の巨大建造物。一体どういう目的で作られたものなんでしょうか。とにかく明るいです。こう、なんでしょうかね。制作に、あ、よくわからない裸の女の人もいます。制作に1時間20分ほどかかったような、そして途中で飽きてしまったかのような作りをしています。ちょっと登ってみましょう。あ、すごいですね。これちょっと階段がすごく詰まってしまう感じ。ところどころジャンプしないと通ることができません。あ、いけますね。歩きでもいけます。お、すごい。どういうことでしょうか。この辺で土台のばらつきが出てしまって急激に飽きたような、そんな感じが見受けられます。すごいデートスポットレベルですね、これは。しかしこれ何か土台とかが浮いてしまってるような気がしますね。あ、あそこの家で休みながら作ったんでしょうか。とにかく人はいないと聞いてたんですけども、結構います。ちょっと横から見てみましょうか。これ処理落ちがすごいな。よし、これはすごい。どうやって浮いてるんだ。というよりどうやって作ったのか。これ完全に我々の技術を超えています。オーバーテクノロジーです。ちょっとこの人たち、なんでしょうか、聖域的な役割もしてるんでしょうか。全く近づいても炎に当たってしまわない人もいます。次々と人が炎上していく。素晴らしい。我々を守ってくれる、この謎の部族から守ってくれるための建造物なんでしょうか。ちょっと噛んでしまいましたけども、はい。ということで、確かに情報通り密林の中に謎の巨大建造物が存在していました。いました。皆さんにこの映像が無事届くように願っています。それではさようなら。あ、なんか建てられてる。気持ち悪いな、建てられちゃった。
はい、ということでこんな感じです。それではまた。